皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学2年生の歴史、今回はテストに出やすいところです。日米修好通商条約、これについてお話しします。まず最初の部分でテストに出やすいところ、ここを説明して、この条約を結ぶことになった流れを次に説明していきます。では始めます。この日米修好通商条約、これは1858年に大老になった井伊直弼、この人がアメリカと日米修好通商条約を結びました。同じ年に、ほぼ同じ内容の条約をオランダ、ロシア、イギリス、フランス、この4カ国とも結んでいます。この条約で5つの港が、開かれました。函館、これはもう日米和親条約の時にね、開港していました。この函館と神奈川、今の横浜です。そして長崎、新潟、兵庫、この5つが開港されました。日米和親条約の時に開いていた下田、これは閉鎖されました。で、日本は生糸とかお茶、これを輸出して、外国から毛織物、綿織物、鉄砲、弾薬、こういうものを輸入しました。この貿易で日本は生糸を海外に輸出たくさんしたために、国内の生糸が不足してしまいました。さらに安い綿織物が大量に日本に入ってきて、日本国内の綿織物の工業、これが大打撃を受けて、日本国内の経済とても混乱したということです。この条約で特に出やすいのは不平等条約だったという内容、この部分はもう必ずと言っていいほど出ます。この不平等条約だった内容2つありました、ね、治外法権を認めると、領事裁判権を認めるとも言います。これはどういうことかというと、外人が日本で何か罪を犯した場合、ね、日本側が裁判できないと、ね、その国、アメリカ人が罪を犯したらアメリカ、これが裁判をすると、日本はその裁判にいろんなことを言うことができないという、こういう権利です。もう一つが日本の関税自主権がないというものでした。関税というのは貿易する品物に対してかける税金のことです。で、日本の貿易なのに、日本がその税金どのくらいにするかというのを決められないという、こういう2つの不平等な内容が含まれています。ね、この不平等な内容、治外法権を認める、日本の関税自主権がないという、この2つ内容も含めて説明できるようにしておいてください。ではなぜ日本がこんな不平等な条約を結ばなければいけなかったのか、流れを説明していきます。アメリカ総領事のハリス、これを丸派として、幕、日本代表なので丸日とします。で、条約を結んだ井伊直弼を丸一として、どんなふうに考えてどんなことをしたのか、ここにまとめてみました。まずアメリカ総領事のハリス、これ中国はアヘン戦争で負けてイギリスとかフランスの侵略を受けていると、でもアメリカは日本を侵略するつもりはないと、もし条約を結べば日本を援助して軍艦、そして兵器も用意するよと、こんなふうに幕府に言いました。それに対して幕府、これは通商条約を結ぶと、外国人が自由に日本に入ってくる、そうなると攘夷を叫ぶ人たちが何をするかわからない、どんな行動をするかわからないと。攘夷というのは日本から外国人を追い出そうと、日本は日本の国の中だけで外国の勢力は入れないよと、こういう考えを持つ、ね、こういう考え方です、ね、そういう考えを持っている人たちがどんなことをするかわからないって。そしてもう一つ、ハリスを信用することができないと、こう考えたんですね。でも幕府この頃力がなくて、それまではね、江戸時代、幕府の力が強かった時には幕府だけでいろんなことを決められたんですけれど、もう江戸時代の後半になると自分たちだけではもうどうすることもできないんですね。決めることができない、ね、いつまでたってもハリスに返事をすることができない、
ということでハリスがねだんだんイライラしてきます。ハリスはもし要求を聞き入れないんだったら軍艦を呼び寄せて江戸を攻撃するよと、こんな風に日本を脅かしたんですね。と幕府はもう自分だけでも、これ判断ができないので朝廷に、条約結んでもいいですかという許可を求めるんですね。幕府は朝廷に条約を結ぶ許可を求めるんですけれど、この朝廷というのはね上位の考え方なんですよ。とにかく外国人を排除しようと、日本の国内に入れないと、こういう考え方だったんで、この朝廷はこの幕府ね許可くださいというのを拒否します。で許可しませんでした。でそんな時に大老になったのが井伊直弼でした。この井伊直弼という人もやはりね朝廷の許可、これは大切だよと考えました。ですから朝廷を説得しようとするんですね、何度も。でもね朝廷はやはり上位のまま、考えが固まったまま説得に井伊直弼失敗してしまいました。そのために許可を得ないまま日米修好通商条約、これを結んだんですね。井伊直弼はこんなふうに考えていました。条約をもしね結ぶのを拒絶すると、日本も中国、当時は清ですね、清のように海外の植民地になっちゃったりして、あるいは侵略されてしまうと、こういうふうに考えてやむなくね修好通商条約、日米修好通商条約を結んだと、このようになっています。今回テストに出やすいところ、この5つの丸しっかり覚えてくださいね。井伊直弼、日米修好通商条約は不平等条約だった、その内容は治外法権を認めていた、日本の関税自主権がなかったとね、スラッと言えるようになるまで、ね、口に出して練習をしてみてください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。